入るかな、クリニックからワイプっていうのも見えないかな。 His explanation was、 彼の説明は、おー、では始まりました、もちゃちゃんです。今回はですね、一ノ瀬先生ですね、対決するということで、はい、ね、別に対決内容決めてないまあとりあえず一ノ瀬先生といえば単語なので、そうなんですか、はい、一単語を出して、その単語に関連する語をいくつ出せるか、うん、関連する言葉、はい、それは、シナニムだったりとか、お、語源だったりとか、語源、あ、とにかくその単語についていろいろ解説やってみるしかない。うわ、面白いな、こっちで僕が見たこの日本語で出てきたのを一ノ瀬先生がその英語に言ってるの。あー、なるほど、それはそのこれ一体何の単語でしょう、はい、はいはいはい、例えばだから今開、はい、キーキーなる、キーキーなる、キーキー、え、キーキースクリーチとかですか、スクリーチ、あ、ちょっとそれは動物か、はいはい、え、キーキークリークか、そうですね、クリークとかそういうの、はい、でもこれ書かなくてもできちゃうんで、やっぱり、あー用意してやるのに、そう、こういう風にできちゃうから、はい、まあそれだったら適当な単語を選んで、はい、そしてそれに関連するものをなんかいっぱい書く、はい、おー、こっちにしますよ、はい、と、アキューメン、うわ、えぇ、アキューメン、これ難しいレベル、これをだなえ、なん、いや、同意語、同意語ぐらいしか出てこないかも。どんどん広げてっていいですよ、はい、だから、あ、制限時間決めないといい、あ、そうですじゃあ1分ぐらいで、はい、そこのもう自分のその好きな話に持っていくことが可能なんで、はい、ハッとした、はい、さあどんな話これは違うのかな、そっちに行きました、合ってるのかな、そもそもアキューメンって、僕 ほとんど使ったことないです、この単語。ビジネスアキューメンっていう熟語でよく聞くんで、なんかビジネスのシーンにおいてこう賢い判断ができる、はい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 、そういう、合ってます、はい、日本語だとどういう意味なんですか、多分洞察力とか、あー、難しいやつだ、洞察力か、はい、っていう、そうか、で、はい、そこでどういう、はい、こうどういう話に乗っていくかって言ったらあー、なるほど、この話に持っていくか、そうあ、なるほど、ですね、まあ、じゃあ、あ、はい、ちょっと見づらいんですけど、あの、まあ、まずアキューメンの、まあ、同意語を似たような単語として、まあ、ジャッジメントなのかなっていうことで、うん、ちなみにジャッジメント JUDGE って入れてます、確か E 入れるのがオーストラリア英語式だと思うんでアメリカ英語確か E、 アメリカも入りますよ、あ、本当ですか、はい、なんか入らないバージョン、イギリス式が入らないですよ、あ、じゃあ多分オーストラリアも入らないのか、あ、そういうことか、あ、じゃあ僕は完全にアメリカ英語に汚染されてます、汚染、そうですね、ジャッジメントって書いて、で、まあ、ジャッジというと、まあ、その JU が多分その判決、どうなのかな、もともとは多分正しいとか、はいはい、そういう意味が あったんですかね、だからジャストで、だから、正しい判断をする、でジャッジして、正しい判断をするべき人たちっていうのが、あの、まあ、陪審員なので、まあ、それがジューリーですね、まあ、陪審員、陪審制度とかがジューリーで、陪審員、その一人一人のことを、ジューラーって言います。で、レイジャッジシステムっていうものがあるんですけど、はい、このレイっていう意味は、まあ、あの、専門家じゃないって意味なので、専門家じゃない人たちが、裁判をする、つまり、日本語で言うと裁判員制度のことを指します。慶応大学、今年の法学部の、そう、こういう問題はこれについて、あー、出ました、おーっていう感じです、話に持ってくる、いや、じゃあ先生、ここはこれ、うわー、いっぱいある、これにして、え、そうそう、アキューマンだから、アキュートから来てる、はいはいはい、鋭いだから、あ、そうか、だから今辞書聞いたらシャープネスの言い換えに載ってたんですけど、アキュートの言い換えとして、うん、
シャープ出て、うん、でシャープって言えばあのやっぱり増える減るにシャープインクリスとかその辺が結構あるんで、ドラマティックとかジョースティックとかなるほどそっちの方に入るかな、クイックとかラピッドの方に話しに行くかなっていうのと、うん、もしくはこのアキューメのインサイト洞察っていうのに行くんだったら、はいはい、あの洞察力って結局何のことだか結局分かってない人がいっぱいいるんで、うん、そうですよね。だから knowledge だ4って、 knowledge って know でしょ、知ってるでしょ、 notice と notify とつながる4とかっていうか、でサイトの方だったら eyesight とか sightseeing とか、うんうんうん、で sightseeing といえばこの新シナリーの話に持っていく、シナリー ry で深津さんっていうので、うん、poetry マシナリーコンフェクショナリーとか、なるほどすごい、そのに面白いなぁと思いました。すごい、すごい適当ですけど、いや授業によって多分どの話に持っていくかなっていうのは、でも面白いですよね、このどういうふうに頭の中でつながってるかっていうのが、そう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 、これが連想ゲーム、はい、へーすごくないですか、これ掘り始めるのをスタートして考えた企画、そうですよね本当にそうですよね、はい、え選んじゃった、あ、そうですよね、そうですね、なんか選んじゃってますね、やりやすい、やりやすいやつを選ぼうじゃあランダムでいきます、はい、じゃあこれでコンビクトです、あーはい、コンビクト、ほう、あ、うん、コンビクト、あ、時間どうします、あ、そうか、時間、じゃあまあ2分ぐらいですね、はい、さっき、いきます、いきますか、はい、でも語源思ってたのと違ったら嫌だなと思っていかなかったですけど、多分そうそうそう、やっぱそうだ、コンビンスの、そう、はい、ビクトリーと、あ、ビクトリーなんですね、そう行くと思った、あ、書いてあるじゃないですか、コンビンス、はい、そうだろうなって思ったんですよ、はい、で僕はもうコンビクションの方に持ってきました、はい、ああ書いてますね、はい、同じで、コンビクションの方にはあの信念の意味があるんで、だからそのビリーフとかトラストとかコンフィデンスの方の、うん、信じる系に多分持っていくかなと、うんうんうん、あ、インと相性がいいとか、うん、その辺もあるんでそっち持ってって、でコンフィデンスのフィットがあのフィデリティとか信じる系なんで、ちょっと有罪宣告受けた人とか、囚人の方に行くかちょっと悩んだんですけど、はい、そっちのインメイトとか、はい、そっちの話に行くかちょっと悩んだんですけど、うんうんうん、まあ、ジャッジ・ジュリーとかパクリになっちゃうから、はい、さっきのやつだからまあやめようと思ってであとコンフィデンシャルの方ですね、秘密のって言って、シークレットとかコンフィデンシャルドキュメントとか、うん、ドキュメントの言い換えレコードで、うん、レコードのコアのコードがコアだから、面白い、アコードウィズとか、アコードウィズはアグリーウィズと言い換えられる、はいはいはい、アグリーウィズアグリーってめっちゃ間違えるとか、はい、でアコーディングリーとかアコーディングトゥーの話に持っていくとか、すごいな、これ多分1時間ぐらい話せるから、これだすごい面白いですね、これはすごい貴重ですね、森田先生頭の中どういう風に、ね、広がってるの、まあ僕も実は先ほど出たコンビクトっていうことで囚人の話をしようと思ったんですよ、はい、なぜならあのオーストラリアといえば囚人なんですよね、ウェントワース、はい、ドラマ知らない、知らないですごめんなさい、囚人のドラマごめんなさい、あれチカさん出た時にチカさんが見てるって言って、あ、本当ですか、あ、それはしまった、あのまあで、そこからオーストラリアと、なんかオーストラリアの歴史についてしゃべったらちょっと反則かなと思ったんで何もなくなってね、そう、全部消してで、まあ動詞に行きましたね、僕はコンビンスの動詞に行って、まあ説得するっていう意味があります、まあよく使われる、まあこれ形容詞って言っていいんですかね、まあ、コンビンスイングとコンビンスドゥっていう、はいはい、イング系と ED 系の違いに関してなんですけど、うん、His explanation was、彼の説明は convinced なのか convincing なのかというのは一瞬で分かるでしょうか、これ結構多分入試問題とかで出ますよね、ing、ed の使い分けなんですけど、まあ、答えは、まず convincing ですね、で、まあ、違いとしては、まあ、どちらかというと ed がつくあの方は人があの感じてることなんですね、まあ、生き物が感じてることなんで、だから例えば interested とか bored とか excited とか、それって感情の動詞とか言われるやつですね、はい、そうですね、それは、はい、うん、全部人がやんないといけないんで、あの、まあ、主語が I was とか He was とかになります、ただこれは人じゃなくて explanation というものなので、まあ、この ing 系にするとそれをそういう気持ちにさせてくれるもの
になるんですね。なのでエキサイティングもこうワクワクさせてくれるような試合とか、ボーリングもこう退屈にさせるような、授業とか、そういうことになるんで、まあ、そういうふうに使い分けることができるかなと思います。結構良かったんじゃないですかね。一ノ瀬先生のチャンネルの方では宿題として早稲田の理工の問題を解いてもらうっていうのを、なんか話によると一番日本で難しいって、そうですね、日本で一番難しいっていうので、はい、本当に難しいのかっていうのをちょっと一ノ瀬先生に体験してもらおうと思います、ね。はい、まあ、そちら多分ね、一ノ瀬先生の方で動画上がるかもしれないですし、もうやだっうわっってどうなるんだろう、全く見たことないですから、全然。で、2016年に回答の会議に出たことがあるので、はいはい、ネイティブたちも答えが結局割れてしまって、はい、だいたい2択になるんですか、こっちかこっちか、それとももうそれにすらならない。あ、そうなんですか。4つ全部分かれたのもありますから、すごいな。一体、一ノ瀬先生が解いたら、はい、どうなるのか。おー、分かりました。挑戦してみてください。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。 Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.